小槌チャンネルいつも来てくれてありがとうございます。チャンネル登録してくれると嬉しいなと思ってます。お願いします、お願いします。というわけでですね、まあ前田半殺鏡の番付はすごいですね。前田半殺鏡は番付の中で一番トップのとこに上がってる、ね、この人は結局あの日本で日本人として最初に半殺を集めた人でもあるわけやからね。でコメント欄見てみたら前田半殺鏡の写真が見たいと言ってました、ね。もうこれがね、僕も探したけど どこにも見当たらんね。ああ、でこの人はもともと巡査やね、大阪の堺市っていう潜伏軍やから、ね、あの堺のもうちょっと奥、南海沿線のその辺の巡査やったんやけども、これが京都の寺町で ドイツ人が道具屋から半殺を100枚ほど買ったのを見て、でなんでそんなもん買うんやっていう話の中で、で自分もや集めてみようという気になって、それで全国もう巡査辞めて全国集めに回って歩いたわけやな。でこの人はなかなかその弁も立つっていうかね、藩札のことについてはよう分かってるわけやから、で集めるについていろんなとこへその宣伝に回ってるわけ。自分でも汽車に乗ってる時には藩札を自分が、うん、一生懸命見て、そしたら昔の汽車は長いから、うん、みんな退屈してるからそれなんですとか聞くやん。で これが藩札っちゅうもんじゃ、わし藩札卿じゃって言うて名刺配ったりしてね。でそのうちにもこんなもんがある言うたら その家ついて行ったりして、でもっと言うたら駅員さんにも言ってるかもしれませんね。だからもうあらゆるところで見せてんやけど、それから例えば大隈重信なんかにも会いに行ってね。え、大隈重信ほんで藩札の話をするわけや、ええ、大隈重信もようわからんからただただ聞くばっかりで、まあ忙しいからもうちょっとこの辺でっていう格好で、行くやん、ええ、おかし大隈重信、うん、ほんとはその時に長崎県の知事がおったわけや。ほう、でこの人がそれ見てて、この人は大隈重信とかなり親しいんやと勝手に思い込んで、ほんでそれにも名刺配って、ほんで長崎県行った時にその知事のとこ行ってるわけや。おー、すごいですね。そしたら知事は大隈重信のそのお友達やと思ってるからものすごい優遇してあっちこっち紹介状書いたりしてそれで長崎ではえらい英明におったとか言われて、なかなかそういうのがうまい人。そう考えたら有名人に会うって重要なんですね。うん、それからいろんなとこでね、そういう宣伝活動をしながら集めて回って、それでかなり集まったとこでね、自分のコレクションを全部大阪市買い上げてもらって保存してもらおうと思ったわけ。なんか半分半分したって話ですね。ほんで大阪市へ売る話したら議会で否決されて、ほんで結局話が流れてしまったわけでしたね。ほんで結局それをその結城豊太郎ってその自分の大臣かなんかやねんけども、その人の斡旋で安田財閥安田善次郎のとこへ売り込みに行ったわけやな。ほんで2万5000種で5万円っていう値段っていうのは、これ荒木さんが書いてるものの中にあるんだけど、だけど実際にその安田財閥に入った藩札は全部東大へ寄贈されたっていうんだけど、東大のは1万7000円ぐらいかな、だからどっか消えたんか実際にそんだけしかなかったんかよう分からんけども。でそれを最終的に郡司さんっていうのが東大から頼まれて整理頼まれて見に行って、ほんで荒木さんがどうでした、どんなもんが入ってましたって一生懸命聞くわけや。そしたら本当の大珍品って言われるようなものは一つも入ってなかったと。そのもちろん珍しいも入ってるけども、まあ、パイオニアではありますから、うん、ということはね、ほんで安田へ売ったんは全部と違って良いものをある程度その抜いて5万円っていうのは2万5000種にして5万1枚2円っていう感じで、だけどこの値段はねやっぱりかなり高い値段で売れてるわけや、っていうのはね、荒木さんはね荒木さんが最初に有名なコレクションを買った時にはね、
2000円種やったけど、2000円種で300円でもうえらい張り込んだつもり、あの300円払うのが大変やった。さらきさんのその経済状態から言って大変やったんかどうか知らんけども、もうちょっと後の時代になってからよ、その2000種のコレクション買うのに300円やったっちゅうわけや。ほんでそれには大珍品も入ってたわけや。だからそうでもないものがそこそこの同じ水準としたら、あのなんぼ2万5000種でもちょっと高いのちゃうかっていうのはあるけどね。なるほど、うん、そうしよう。2000種で300円、かたや2万5000種で5万円、ということは単価で2円でしょ。荒木さんの時のはあの 何十銭でしょ、うん、それからかなり高い値段で売り込めたんやと思うね。だから5万円、今で言えば5億円とかそれ以上の金額やわね。その金を掴んだんで、その大日本あの藩札研究所かな、なんか作って、で安田に5万円で、うん、あの売ったわけやん、自分のコレクションを。全部ではないわけやけどな、うん、でその5万円っていうのはもう 今で言えば5億円以上やからね、それからその金を持ってその東京の松沢っていう、あのこれは昔あの熊沢店の時にやったことあるけど、農教院かな、のなんか頭おかしいみたいな、うん、すごい そういう 病院にあの収容されたわけやけど、その近くに、日本紙幣師研究所っていうのを作って、それで学校退職者を一人雇い入れて、その人が漢文がようできたからね。で藩札にはその漢文でいろいろ書いてあることが多い、ね、なんかこの話聞いてるとね、いつも退職者が出てきますね。そうそう、それは結局そんなに高い給料払わずにでインテリでインテリでっていうことやから、そういうのがいいわけやな。あの相手も喜ぶわな、あの仕事がないとこへ、そういうのちょっとした給料が入るしね。そうそう、年金ぐらいは儲けるやろしっていうのね、うん、そういう人を雇って、でその藩札に書いてある文字の解読をさせたわけその人に。でそれを貨幣っていう雑誌にずっと連載でそのやって、それが結局完成戦前にいろんなことがあって、前田藩札教自体は藩札から手を引くことになるんだけども、ああ前言ってたアビル餅とかいう、そうそう、ほんでこれが結局あの神代神代神代文字っていう、ね、アビル文字っていうのかな、これの研究に取りつかれるんやけど、この研究っていうのがね、たまたま北茨城にその今はなんていうの、天天津峡っていうのかな、あの天津とか、あの天津山国の天津と書いて、おそらくあの天津峡というのは天津風とかいう、要するに天津峡っていう、まあ神道系の信仰宗教、御嶽教の系統の、あの宗教があるんだけども、それを主催してるのが竹内巨丸っていう、すごい名前ですねこれはもともと本間の名前やないんだけども、ですよ、ね、そのそういうあの信仰宗教を起こすのにあの都合のいいように名前変えたわけやけどね。でこの竹内っていう話にあのちょっと古文書やら知ってる人はピンとくるんかもしれんけども、竹内文書って聞いたことある？いや、ないですね。竹内文書っていうのは古文書の中で有名なあの偽造文書ね。でこれはあの結局あの神代の神武天皇以前のあの文書やっていう格好で、自分のところは代々持ってるんやっていうな、ええ、竹内っていうこの人はもともと親もあの貧乏な人で、この人もなんか職人かなんかやって、大体こういう人が一旗あげようっていうのが信仰宗教やな。なるほどね、うん、でそのうちには代々その伝わってる竹内文書っていうのがあるって言うて、それを宣伝したんやけど、これの中にその神神代文字っていうのが出てくるわけや。あでこれを見せられてものすごく興味を持って、そんな古い文書があるんやったらそっちの研究所いうので、
そっちにこう興味が移ってしまったわけね。 ありますね、そういうことって、うん、ところがこれはあの 今はもう完全に真っ赤な偽物と言われてるけど、で結局いろんな詐欺事件を起こしたりして、裁判所の証拠書類として3000点ぐらいその竹内物にって、それは提出したりしてるけど、結局その後でその証拠書類に渡したやつが関東大震災で燃えてしまったっていう格好で帰ってこなかったみたいな話になってんねんけども、うん、一応その写本って、それからあの提出したんが写本かどっちか分からんけども、一応その竹内巨丸の今孫がやっぱりそういうあの宗教の管理者になってんねんけども、ほうほう、そこにあることはあるわけな。でそやけども完全否定されてるわけ、今学会では。それはほんで神代文字自体がもうあの完全否定されてるからね、うん、神代文字はやっぱりあの朝鮮の音文っていうあのハングルあれと同じ字やね、あれの系統やね、あれをちょっと変形したよ、ね、ものすごい似てますからね、うん、もんやね。だからもう明らかに、それからあれがあの古くない証拠は普通の50音になってるわけ、今のあゆえを書きこの、それからそれを分解したあのカーやったら KA や、ええ、あのローマ字で言ったらそれが結局あの K と A が組み合わせたようなもんが神代文字やから、ええ、それから字数としては50種しかないわけ、なるほど、50音図に基づいてる、ええ、ところが神武天皇以前っていうことになると、その時代は50音で聞かんねんな、日本の発音もっと複雑な。なんか昔はディープディープが蝶々と言ったり、なんか違うらしいですね。うん。だから、これがそんな古いもんでないことの証拠はそれだけでも明らかないですね。だから70ぐらいあったんですね、昔は。だからそういう格好で、完全否定されてるけど、これが面白いよね。竹内文書自体はね、自分のところに代々伝わった言うねんけどね、あの前に熊沢天皇とやってん。あ、いましたね。うん、あの熊沢天皇があの戦後に総選挙に第一回の総選挙に出馬してる。出たんですか。うん。その時の演説の中でね、あの竹内文書と言われてるやつはもともとうちの家にあったやつやと。ほう、これは盗難に遭ったんやと。ほんまかな。ね。ほんでその盗難に遭ったっていうのは、その盗んだやつはあの小無双で、それがその竹内巨丸に売り込んで、ええ、それを竹内が買うたんやっていうのがまあ大体定説じゃないの、うん、だから変なとこでつながってるわけだよな、ね、面白いですね、歴史ってのは。ほいでね、もっとあれはね、ソ連の影響をあの受けたんがね、オウム真理教の朝原。え、そうなんですか。朝原商工は完全にこの竹内文書の影響で、あの春マゲドンとか、ハルマゲドンっていうのは、あの人類最終戦争でしたっけ。そうそう、これのことが書いてあるのはその竹内文書に書いてある。何が書いてあるんですか、竹内文書に。その人類消滅、それから私はよくその中身までは知らんけども。ノストラダムスとは関係ないんですね、うん、じゃあ、うん、ほんでその竹内文書自体がもともとね、キリスト教のこととかあのがね、日本へ来たようなね、うん、大体あの神代文字の話の時には必ずヘブライアとかそういう話が出てくるね。なんかね、その話聞いてたら、うん、統一教会でも関係がありそうで怖いですね。だからみんな関係あるんかもしれんよ、ね、だからそれに啓示を受けてオウム真理教を始めたんやからね。だからこの竹内文書っていうのはそういう面白いところがあるわけ。面白いというか、こんな話聞いたことないですね、うん、ここは。あ、そうなん、うん、そんな話があるんですね。で結局これに取りつかれたことで、せっかくいろんなあのことをやりかけた、藩札紙あの紙幣紙研究所でやりかけたことがいっぱいあってね、その中で一番重要なのはね、あの藩札を使われたあの支配地が実際にあの誰の領地やったんかということとね、それからその辺で使われた事情なんかをね、各市町村へ問い合わせの手紙書いてね、そしたらその自分みんな割と親切にその返事がちゃんと来てるわけや、市町村からあの調べた結果こうでしたとかいうのが。
でそれをちゃんと取り込んだ書類をこしらえたりしていずれ発表するつもりで、多分それは荒木さんあたりが手に入れた、最終的に手に入れたの違うかなと思うけども、うん、そういうなもんやとかいろいろ判察にとって紙幣にとってあの重要な研究をいろいろやりかけてたのがみんな中途半端に終わって、やっぱね何でもそうですが進行に走るとろくなことならないですね、うん、ほんでそれをいち早く見抜いたのが大阪の浜村半門線っていう、やっぱりあの前に言ったかな、あの息子が京大の学生 で、うん、でその息子の勉強の資料の収集のために古銭とか紙幣を集めてあの息子に提供しようと思った金持ちを、うん、でこの人があの荒木さんにあの前田藩札記はあの大日本紙幣史っていうのを作るという予告の大層なパンフレット作ってるわけけども、うん、あんなもん絶対できまへんでと、ね、あのあんなもんに凝ってたら、あ、うん、そやから荒木さんあの藩札の本をあんたが書きなさいって言うてできたんがあのにあの古紙幣類かね、そこに荒木さんが出てくるんですね。そうそう、それから荒木さんはそれから前田藩札教が挫折したおかげで、うん、あの有名になった、有名になったわけ。そんなありますね。前言ったらあの高杉がいなくなって伊藤が有名になるとか。そうそうそう、まあ、歴史的なのもつながりますね。でそ の、 あの浜村さんの協力なあの勧めであの出版する気になったわけね。なるほど、うん、それでその出版したことで結局有名になったから逆に大きいコレクションなんかがあの買うてくれっていうような話が来るようになったわけな、ね、うん、だからそういうなんで前田藩札教というのはあの非常に後々まで影響を及ぼした、うん、日本で初めて藩札を集めて未だにその影響が残ってる収集家やな。そして2つの意味で狂ってますね。そう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 、せっかくやったのに、うんうん、その観察狂いに宗教狂い、うん、ほんで おまけにね それでね神代文字 の研究をやりだしたからね、そういうものをもとにね法案典っていうかな、要するにそういう資料やらをちゃんと残すようなあの資料館みたいなものを作ろうっていうのをね、うん、呼びかけて全国へ寄付やらをね募ったよ、金持ち連相手に。で100万円の寄付をその皆から募るいうことを言うたんで、それで大阪毎日新聞にあの大詐欺師って言って書かれたわけ。毎日新聞の言うことやからな。それでまあものすごいあの戦争にはなったけどね、毎日新聞とはね、まあ訴えたでしょうな、うん、だけども基本的にはあの詐欺師呼ばわりされて、それでもあのそれ以降結局藩札教はあのそういう寄付するにしても何するにしても誰からも相手にされるようになったわけね。だから写真が残ってないかもしれんな。でそういうなんで、残りの品物もその浜村さんっていうのがあの一番良い部分50枚ほどは浜村さんが亡くなった時に、浜村さんのコレクションは前にいた大鎌さんと荒木さんが取り寄った京都へ出てきたけども、その前に浜村さんが一番大事なんだけあの自分の枕元へ小さい箱にみんな入れてあの常に枕の下へ引いてたっていうようなもんだけが戦後に直接荒木さんのとこへ道具屋が売りに来たっていうことがあって、でもう鎮札ばっかり50枚買うたっていうのね、荒木さんはね、そういうのがそれも藩札教のもともとの品物やね。まあ、そう考えるとね、ほんま、いろんな人物が出てきて大きな歴史につながってくるのが面白いですね。で当然藩札あの紙幣史研究所を作る時には主要なものは残してたっていうことや、うん、その安田屋全部売ったんではなくて、でそのせからその量的には少ないけども質的にはあのもっと優秀なものがあの浜村さんとこへも行き、それからその他のとこを経由して黒川古文化研究所へ行ったりしてるわけな。あ、うん、まあ、そう考えたら、まあ、つながりって面白いもんですな、ね、でその黒川古文化研究所の中の一部がうちとこへも来てるわけな。それからうちも浜村前田藩札教のあの持ってたものの一部があのうちの主要なコレクションに入ってるわけな。なるほど、うん、まあ、そう考えたら前田さんの勢いはすごかったですね、うん、
まあ、しかしながら宗教といろんなものにはまってしまったことが残念であると。そうそうそう、まあ、やっぱね、あの新聞社と宗教は気をつけなきゃいけませんな。皆さんいかが思われますでしょうか。まあ、こうやっていろんなことに、一つのことから多くの歴史につながるのが歴史の魅力ではないでしょうか。小さなことだけでなく広いところを見ていこうではありませんか。いつも見てくれてありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。